皆さんこんにちは、タレントの萩田穂乃香です。私は、静岡県出身の今年20歳になりました。得意料理は最近料理が好きでローストビーフが得意です。さて私が今日紹介する、ね、レシピはこちらです。じゃん、唐揚げおにぎりです。それでは早速作っていきたいと思います。材料は唐揚げとご飯とおにぎりです。まずこの唐揚げをおにぎりに入るように小さくちょっとカットしていきます。ぐらいかな。私がよく中学とか小学生の時に運動会とか行事でお母さんがよく唐揚げおにぎりをいつも作ってくれていたんですよ。でこの唐揚げおにぎりもその唐揚げもお母さんの手作りで、私すごく唐揚げが昔から好きなんですけど、いつもそれを食べて午後も頑張るぞってやる気を出してたので、すごく思い出に残っているおにぎりなので選びました。私はもっとこう気分によっては大きいサイズにする時もあるんですけど、小さめにおにぎりをいっぱい作る時もあります。これで海苔でちょっと形を固めて完成です。わーいそれでは早速食べていきたいと思います。いただきます。お肉にちょっとたどり着かなかったので、もう一口いきたいと思います。おいしい、うん、皆さんもこれを食べれば気合でお仕事でも全部頑張れると思うので、ぜひ皆さんも唐揚げおにぎり作ってみてください。じゃあまたねー。